リュジニアン家の紋章。ライオンの図柄は第3回十字軍の時にリチャード一世から歌詞された。リュジニアン家はフランス発祥の一族でエルサレム王国、キプロス王国及びキリキアアルメニア王国の国王を排出するとともにイングランド及びフランスにおいても大きな影響力を有した。この一族はリュジニアン近くポワトゥで10世紀初頭に起こった。 11世紀の終わりまでには、一族は、リュジニアン城を拠点とする、最も有名な下級領主となっていた。12世紀後半には、婚姻と相続を通して、文家がエルサレム王国及びキプロス王国を支配することとなり、一方、13世紀初めには、本家はラマルシュ博及びアングレーム博を継承した。十字軍国家の王として、一族は、 キリキアアルメニア王国のヘトム長君主と隕石関係を持つこととなり、14世紀半ばには婚姻を通してこの王国をも支配下に収めた。しかし、後にアルメニア王家はフランスに亡命、キプロス王家が王位継承を主張し、最終的には王国はベネツィア共和国に併合された。ベリー公の意図も豪華なる自動書3月。 ルジニアン城ポワティエ近くのリュジニアン城がリュジニアン家の本拠地である。この城はユグノー戦争の時に破壊され土台だけが残っている。この城の伝説によると、この城ははじめに伝説上の水の聖メルジーヌによって建てられたとされる。リュジニアンの城の領主はラマルシュ博となりアングレーム博と共にしばしば戦った。ルジニアン教ルジニアン城主の紋章ウハクジニアン家。 ウーハクの紋章ラマルシュハクラマルシュハク及びアングレームハク1220年、ユーグ9世の息子であるユーグ10世はイザベル・オブ・アングレームと結婚し、アングレームを手に入れた。1308年、ヨランドはリュジニャン、ラマルシュ、アングレーム及びフージェールの領土をフランス王フィリップ4世に売り渡した。それらはフランス王領地及び主要のアパナー中となった。 キー・ド・リュジニアンとサラディン。サラディン EN 街でラージーニアン、ヤンディ・フェンス作、1625年。1170年代に、エメリー・ド・リュジニアンは、イングランド王・リチャード一世により、領地から追放され、エルサレムにたどり着いた。ポワティエ近くのその領地は、リュジニアンの本拠地が含まれていた。エメリーは、ボード・アン・デーブランの娘エシーブと結婚し、エルサレム宮廷に出入りするようになった。 エメリーはまた、エルサレム王坊団4世の王母でヤッファを呼び、アスカロン博領を有し、シドン領主、レジナールと再婚していたアニエスド・クルトネーの非合を得ることができた。エメリーは、ヤッファにおけるアニエスの軍司令官に任命され、後にエルサレム王国の軍司令官となった。敵対派の間では、エメリーはアニエスの愛人と噂されたが、真相は不明である。 彼の出世は、イブラン家から彼を引き離す目的があったと見られている。イブラン家は、アモーリ一世のいとこで、エルサレム摂政を務めた、レーモン三世と近しい関係にあった。エメリーの弟ギード・リュジニャンは、1180年のイースターより前に、エルサレムを訪れた。兄エメリーの助言によって、ギーがエルサレム行きを決めたという、エルノールの記述の通りでなければ、 ギーがエルサレムに到着したかは全く不明である現代の多くの歴史家は、ギーは1180年にはすでにエルサレムである程度の地位を築いていたとしているが、それを裏付ける同時代の記録等はない。ただ、エメリーの成功がギーの社会的、政治的出世を助けたことは確かである。より古い文献によると、アニエスはトリポリハクレモンに残手された性的が、 アニエスの娘、シビーユを自分たちの選んだ相手と結婚させて、操ろうとしていたことを憂慮し、この計画を潰すために息子に、シビーユとギーを結婚させるよう忠告した、と言われている。しかし、王は、昔の歴史家が述べるほど従順ではなく、王自身が、国家間の関係を考えた結果と見られている。シビーユが、在地貴族とでなく、 外部からの王国への援助を集めることができる人物と結婚することが必須となっていたのである。新フランス王フィリップ2世は、まだ若く、望みの綱は、ボードゥアンの重慶帝ヘンリー2世であり、トマス・ベケットのことで教皇により残悔の巡礼の義務を課せられていた。ギーは、アキテーヌ公リチャード及びその父ヘンリー2世の家臣であり、かつて背いた家臣として、 ギーを国外に留めておく必要があった。ギーとシビーユは1180年の復活説に急いで結婚し、明らかにエメリードリュジニアンのギフボードアンデーブランとシビーユを結婚させようとしていた、レーモン一派による反乱を防ごうとしていた。この結婚によりギーもまた、ヤフファ博、アスカロン博及びエルサレムのバイイとなった。ギーとシビーユとの間には、 アリスとマリアの二人の娘が生まれた。シビーユは、すでに全部グリエルモディモンフェルラートとの間に息子を、設けていた。ヒッティーンの戦い。この戦いで、ギード・ドルジニャンがサラディンに捕らえられ、エルサレムを失った。野心的なギーは、1182年初頭にボードワン4世に、自身を殺傷とするよう説得した。しかし、ギーびノード・シャティオンは2年の停戦期間の間に、 サラディンに対し挑発行為を行った。しかし、下落の占領において、ギーが躊躇したことで、王はギーに失望した。1183年後半から1184年にかけて、ボードアン4世は、姉とギーとの結婚を解消させようとした。ボードアン4世は忠実な人物と姉が結婚することを望んでおり、ギーの頑固さと不服従に不満を抱いていた。シビユは、 アスカロンに留め置かれた。シビーユとその息子をギーから引き離すのに失敗した王と高等法院は、シビーユの息子、ボードアンを、シビーユより高い王位継承順位につけ、シビーユとイザベルに関してもその後の王位継承について取り決めた。1186年に、ボードアン5世が死去した後、ギーとシビーユは軍を率いて、葬儀のためエルサレムに向かった。 シビーユはギーとの結婚を解消することを条件にエルサレム女王とされた。その代わりにシビーユは自らが選んだ人物と結婚することができるとされたが、シビーユは家臣たちの反対の中ギーとの再婚を選んだ。12世紀の十字軍国家。当時のリュジニャン家はエルサレム王国、アンティオキア公国及びトリポリハク国を統治していた。ギーが エルサレム王であった期間は災難続きであった。1187年、ギーはサラディンにヒッティーンの戦いで敗北し、捕らえられ、ダマスカスに連れて行かれ、サラディンは王国の大半を征服した。ギーは解放され、ギーとシビーユはティールへ避難しようとしたが、イザベルの夫コンラートとモンフェラートに阻まれた。アッコの包囲の間の1191年に、シビーユと二人の娘が死去し、 これにより、イザベルがエルサレム女王となった。ギーは、リマソールへと向かい、イングランド王リチャード一世に会いキプロス征服に参加し、リチャードの婚約者を捉えたキプロス大使に報復した。その後、リチャードとギーは、アッコの占領に戻った。リチャードは、エルサレム王位への要求を断念し、ギーを支持した。一方、フランスを及び、オーストリア皇は親類にあたるコンラートを支持した。 この争いの中、最終的にコンラートは暗殺された。リチャードは投票で決しようとしたが、コンラート側が勝利し、ディーには不利な状況であった。リチャードはキプロスをテンプル騎士団に売り渡し、さらにディーに売り渡した。ディーは1194年に死去し、キプロスは兄エメリーが継承した。ローマ皇帝ハインリヒ5世はエメリーを初代キプロス王に退官し、 1197年には、エメリーは、エルサレム女王イザベル一世と結婚し、デュジニアン家に再び、エルサレム王位がもたらされた。エメリーが王として最初に言った行動の一つが、ムスリムと5年の休戦を結んだことであった。一方で、1199年ジョンが、イングランド王位に就いたとき、フランスでは、ユーグルブルンが、他のポワトゥの大多数の領主同様、 リチャード一世の後継者として、ブルターニュコー・アーサーを再び選んだ。アリエノール・ダキテーヌは、ジョン王支持と引き換えに、イングランド側の要求を断念した。ラマルシュにおける、ユーグの立場を保障するため、妻を亡くしていたユーグは敵対していた、アングレーム家の娘イザベル・ダングレームとの婚約が取り決められた。しかし1二百年八月、ジョン王は、自身がイザベルと結婚し、 ユーグドラ・マルシュとその弟からノルマンディのウーの地を取り上げた。権利を犯されたリュジニアン家は君主であるフランス王フィリップ二世に頼った。フィリップはジョンにフランスへ来るよう求め、それは戦略的に不可能であったが、ジョンが反抗的な進化であると宣言した。リュジニアン家の支持者はアーサーとアリエノールの両者を拘束しようとしたため、1202年7月、 ジョンは、ミルボー城で、その突然の実力行使に驚き、遊具を200人のポワトゥー人戦闘員と共に、遊兵した。ジョン王の、この野蛮な行動により、ジョン王の形成は不利となり、フランスの貴族は、ジョン王を見捨てるようになった。このルジニアン家の反乱により、イングランドはフランスにおける領地の半分を失うこととなり、すぐに、フィリップ二世により、フランスに併合された。 ジョン王は1216年に死去し、息子ヘンリー3世が王位を継ぎ、王妃イザベラは1220年に、ユーグ10世ドリュジニャンと結婚し5人の子を設けた。ウィリアム・ドバランスは、ギヨームドリュジニャンとして、ラ・マルシュ博ユーグ10世とジョン王の王妃であったイザベル、ダングレームとの間に生まれた。1247年、イフケヘンリー三世の養成を受けて、ウィリアムは2人の兄弟と共に、 フランスからイングランドに移住した。王はすぐにこの兄弟を権力の座につけ、ウィリアムを初代ペンブルック博、ウィリアム・マーシャルの孫娘で女子相続人のジョアンと結婚させた。バランスは領地とペンブルック博位を得て、イングランドで莫大な財産と権力を手にした。結果として、バランスは嫌われ、第二次バロン戦争に巻き込まれ、六代レスター博士門、 と、モンフォール率いる反乱軍と敵対する王及び、王子エドワードを支持した。1265年、イーブシャムの戦いにおいて、最終的に反乱軍に敗北を喫した後、ウィリアムは1296年に死去するまで、ヘンリー三世及び、エドワード一世に仕えた。ウィリアムの長男、エーマーが、父親の後を継いだが、母ジョアンが亡くなる1307年まで、正式には、 ペンブルック博とは認められなかった。エイマーは1306年にスコットランドの守護者に任せられたが、エドワード2世が即位し、長身、ピアーズ・ギャビストンが権力を増大させると、エイマーの影響力は低下した。彼は、不満を持つ貴族らの中心となったが、1312年、10代、ボリック博、ガイド・ビーチャムがエイマーを裏切り、ギャビストンを捕らえ処刑した後、エイマーは、 仲間から離れ、大川に着いた。バランスは1314年のバノック・バーンの戦いに参加し、後にエドワード2世が2代ランカスター・ハクトマスを倒す際に手助けをした。しかし、1324年にエイマーが死去した時には、エイマーは宮廷から遠ざけられ、経済的に困窮していた。エイマーの妻であるマリード・シャティオンは、 イングランド王ヘンリー三世の子孫であり、ペンブルックカレッジの設立者である。ムスリムとのさらなる6年の停戦期間の後には、エメリーをはじめとした王族はほとんど死去していた。エメリーの唯一生き残っていた息子ユーグ一世は1205年にキプロス王となったが、エルサレム王位はイザベルとコンラートとの間の長女、マリーの手に渡った。ユーグは義理の妹で、 イザベルとシャンパーニューハク・アンリ2世との間の娘、アリスと結婚し、3人の子を設けた。罰子で唯一の男子であるアンリは1218年に生後8ヶ月で大いにつき、生母アリスが殺生となった。しかし実際にはアリスの叔父フィリップ・ディブラン及びその兄ジャンデ・デブランが政治を担った。1225年、アンリが8歳の時、ニコシアの 聖ソフィア大聖堂で体感した。この幼くしての体感は皇帝フリードリヒ2世が権力を手に入れようとしていることを察知した王子ジャンデーブランの政治的策略であった。1228年、それは実際に起こり、フリードリヒ2世はジャンデーブランから摂政の座及びキプロス等を奪った。しかし、フリードリヒが4月に島を去った時、 ジャンは権力を奪還するため反撃し、ロンバルド人の戦いが起こった。アンリは1232年、15歳で申請を開始したとみられる。1246年から1253年まで、アンリは若いコンラート4世のため、エルサレム摂政を務めた。アンリは3度結婚したが息子を一人へ頼みで、その息子ユーグ2世が1253年のアンリ1世の、 死後、生後2ヶ月で王位を継承した。遊具2世は1267年に14歳で死去し、第一理事にアンケは断絶した。キプロス王遊具4世のものとされている、洗面器。アラビア語の名で、神に愛されし、フランクの先鋭軍の先導者の一人、遊具の命により制作と書かれている。他にフランス語で、 トレオイピュイサンロは、ユーグでジェローセロムイデチプガクデューマントンと書かれている。14世紀、エジプト、またはシリア、ルーブル美術館。ユーグ・ドポワティエは、母方の祖父が、キプロス王ユーグ一世であり、リュジニャンの姓を名乗ることで、第二リュジニャン家を起こし、いとこの後を継いで、キプロス王ユーグ三世となった。1268年、コンラデンの処刑の後、遊グは、 エルサレム王位についた。しかし遊具はエルサレム貴族と対立するようになり、1276年にキプロスに戻った。聖トマス・アクイナスは遊具のために君主の統治についてを書いた。1284年、遊具の息子ジャン一世がキプロス王位及びエルサレム王位を継承したが、1年後に死去した。ジャンは弟アンリ二世により毒殺されたと考えられている。 1291年、エルサレム王国の最後の残存者が、エジプトのスルタンアシュラフ・ハリールに捕まった。アンリはキプロスに逃げ、キプロスはアンリの統治下で繁栄した。アンリは記録の保管のため歴史上初めて、高等法院を設置し、さらにそれを単なる諮問機関ではなく、罪を裁く法廷とした。ペルシアとの同盟及び二度にわたる教皇クレメンス5世に、 対する支援要請にもかかわらず、アンリはエルサレム奪還の目標は果たされなかった。アンリ二世は転換にかかり、統治することができなくなった。一部の貴族はアンリ二世の支配に不満を持った。キプロス軍司令官であった弟ギーは、テンプル騎士団の助けを借りた国家転覆をアニティルス領主アモーリーにそそのかし、アンリ二世はギーを反乱を企てた罪で処刑した。 この反乱は早期に軍事衝突なしに行われた。アモーリーはキプロス殺傷となり、アンリ2世はアルメニアに逃亡したが、アモーリーの義兄弟であるアルメニアを親により遊兵された。アルメニアはベニス、ジェノバ及びホスピタル騎士団との関係を修復し、人気を回復した。1300年、ティルス領主アモーリード・リュジニアンをはじめとするリュジニアン家一族は、 政治を奪還するために、ガザンハン率いるモンゴルと軍事同盟を結んだが、成功しなかった。1307年、教皇クレーメンス5世は、フランス王フィリップ4世からの圧力により、すべてのテンプル騎士団員を逮捕しその財産を没収するよう命じ、アモーリーはそれに従わざるを得なかった。これにより、小規模の反乱が起こり、アンリを再び王とするために呼び戻したが、 すぐに地圧された。逮捕された、テンプル騎士の中には、2名のイブラン家のメンバーを含む、貴族が何名か含まれていた。アモーリーは1310年に、シモンド・モントリフに殺害された。アルメニア王親が、アンリ2世を解放した後、ヨハネ騎士団の助けによりアンリは王位を奪還した。アモーリー派であった者は、アモーリーの守護支配者となっていた弟エメリーを含め、捕まった。 王座についた、コスタンディン・5世、レシュバリエデセインとジーンで、エルサレム・リタブリーソンとラレリジョニ・イエヌ・アーミーニーを、キプロスから追放することであった。これにより戦争は終結したが、ジャックは、ロードス島で、ジェノバ軍に捕まり、ジェノバで捕虜として拘束された。この戦争の後、エレオノーラはジャンが戦王を殺害したと信じ続け、最終的に、ジャンを殺害した。 ピエール2世はエジプトのスルタンとの間の平和条約に調印し、1382年にニコシアで死去した。キプロス2回はジャック1世を新しいキプロス王とすることを決定した。しかし不幸なことにジャックは未だジェノバに囚われたままであった。捕虜となっていた間にジャックはエルビーズ・フォン・ブラウン・シュバイク・グルーベンハーゲンと結婚し、12人の子女を設けた。ジェノバに キプロスにおける特権をさらに認めた後に、ジャックは解放された。ジャックが不在の間、キプロスは12人の貴族からなる、評議会により統治されていたが、ペロット及びビルモンドド・モントリブの兄弟をはじめとする一部の貴族らは、ジャックの帰還に反対した。モントリブ兄弟は自身だが、大いにつく意図があったためである。1385年、ジャックは帰還し、 ニコシアで王位についた。1388年、ジャックはエルサレム王位にもつき、1393年には、重慶帝アルメニア王レボン六世の死を受けて、アルメニア王位も継承した。ジャックは1398年に死去し、息子ジャニが王位を継承した。パリのセレスタン修道院にあった最後のアルメニア王、レボン六世の墓。フランス革命で破壊され、新しい墓が、 サンドニ大聖堂に再建された。ピエール一世の死後、アルメニア王コスタンディン六世は、かつてピエールの敵であったエジプトのスルタンと同盟を結ぼうと考えた。このことはアルメニア貴族を怒らせ、1373年にコスタンディン六世は暗殺された。1374年、レボン六世がアルメニア王に即位した。レボンはコスタンディン五世から逃れ、 キプロスで育ち、ピエール一世が創設した、元騎士団の騎士となっていた。1375年、アルメニアは、マムルークの侵略を受け、レボンは、降伏を余儀なくされ、3世紀にわたる中世アルメニアの、完全な独立統治体制が終わった。アルメニア王位は、重慶帝キプロス王ジャック一世が主張し、キプロス及びエルサレム王位と統合した。レボンとその家族は、 数年間カイロで捕虜となった後、カスティーリアオフアン一世が身の代金を支払って受け戻し、レボンをマドリッド教に任じた。レボンは十字軍結成のための支援を集めるのに、失敗した後、パリで1393年に死去した。ジャック一世の息子ジャニは、シャルロット・ド・ブルボンと結婚し、この結婚は、ジャニュの知性の特徴となる、リュジニャン朝宮廷における、 フランス文化の回復の礎と言われた。シャルロットは1422年1月15日に、ペストで死去し、ニコシアの聖ドミニク王立修道院に葬られた。シャルロットの子孫として、キプロス女王、シャルロット、ナバラ女王ジャンヌ3世、フランス王シャルル8世、フランソワ1世、アンリ2世、フランソワ2世、シャルル9世、アンリ3世、 アンリ四世及びその後のプルボニアサ、フランス王、アンヌド・フランス、スコットランド女王、メアリーなどがいる。また、シャルロットは現イギリス王室の先祖の一人でもある。ジャニュ王は、ジェノバに占領された、ファマグスタの奪還を試みたが、陰謀によって阻止された。1403年、ジェノバの総督ルメングルはジャニュの代理人、ジョルジオビッリィと会談し、ファマグスタは、 ジェノバの支配下に留まるという合意を決め、この件は終わった。後に、ジャニーは攻撃のための兵や兵器を集めるために、キプロス人に税を課し、3年間ハマグスタを包囲したが、海と町をつなぐ手段があったため無駄に終わった。1406年、包囲は終了しジェノバはリマソールを占領しようとしたが、敗北した。2年後、キプロスは薬病に見舞われた。同時に、 稲子が大量に発生し、不作をもたらした。1419年から1420年にかけて、新しい薬病が発生し、それによりジャニーの二度目の王妃であったシャルロットが1422年1月15日に死去した。王は王妃の死に動揺したため、王妃の遺体を王に見せないようにするため、葬式が行われた宮殿から運び出された。一方、キプロスは海賊や、 野心家に対する運動の高級的基地であり続けたため、キプロスの沿岸周辺への攻撃の後、ジャニーはエジプトのスルタンの代理人を通して、スルタンとの話し合いを繰り返し行った。ジャニーはこの攻撃を止めることができず、ムスリムにキプロスを攻撃する口実を与えてしまった。キプロス貴族らはこの攻撃に参加した。エジプトのスルタンであるアシュラフ・バルスバ合イは、 数回にわたり、キプロスに軍を送った。1424年頃に小隊がリマソウルを攻撃し、1425年にはエジプト軍はファマグスタを攻撃し、ラルナカをその付近の地域であるキティ、ドロモラクシア、ケリア、アラディプ及びアグロニューと共に略奪を行った。ラルナカの後、エジプト軍はリマソウルに移動し、そこでも殺し城場を含めて、 略奪を行った。1426年の夏、マムルークはキプロスに対し大規模な攻撃を開始した。タングライバーモハーメッド及びイナルエルカキミに率いられ、マムルーク軍は3000人以上で、マムルーク、トルコ人、アラビア人からなり、オーディム近くに180隻の船で、キプロスに到着した。リマソールは再び占領された。ジャニーは軍を集め、ニコシアからリマソールに移動した。 ジャニューはヨーロッパに援軍を求めたが無駄であった。ジェノバはジャニューの敵であり、ベネツィア及び他の国はスルタンとの貿易関係を壊しにわざわざ来ようとはしなかったのである。マムルークとのヒロキティアの戦いの後、ジャニュー王はエジプト軍に捕われの身になった。ジャニューは10ヶ月後カイロに人質として送られた。 ジャニュが囚われている間、弟、ニコシア大司教遊具が、キプロスの統治を担った。マムルークは勝利の後、ラルナカとキプロスの首都ニコシアで略奪を行った。王族は、キレニアの要塞に撤退し、救出された。マムルーク軍はキプロスを去る前に大規模な略奪を行った。この災難は、以前の攻撃、ジャニュのジェノバに対する軍事行動。 薬病及び稲子の大量発生とともに、ひどい貧困の中生活していた、キプロスの濃度の反乱を招いた。キプロスの革命の指導者は、アレクシスと呼ばれる人物で、レフコニコで多いを宣言した。この革命は大規模なもので、民衆の支援を得ていた。民衆は、キプロス各地で、自分たちの指導者を選び出していた。一方、ジャニーは、カイロで屈辱を与えられていた。 エジプト軍は、ジャニーを捕らえ、鎖で縛り、ロバに乗せ、スルタンの前に引き出されていた。その後、ジャニーはひざまずき、9回にわたり、地面にひれ伏すことを強要させられた。ヨーロッパで、身の白金が集められ、その仲介によりジャニーの解放がなされた。キプロスも5000の公借料の収入から、毎年スルタンに税を支払わなくてはならなくなった。この税はキプロスで、 フランク人の支配が終わった後も支払い続けられた。ジャニューと共に何人かの人質が家族の集めた身の白金により自由の身となった。他のものは人質のまま奴隷として売られた。ジャニューがキプロスで囚われた間、貴族や王族はアレクシスの反乱に対処し、ジャニューの解放に向け活動していた。ヨーロッパからの支援もあり、反乱は10ヶ月後に地圧された。 反乱の指導者らは捕まり拷問を受けた後、ニコシアで1427年5月12日に処刑されたが、この日は、ジャニュー王がカイロからパホスに到着した日であった。ジャニーは1432年に死去し、息子ジャン2世が後を継いだ。キリキア・アルメニア王国の終焉後、リュジニャン家が統治するキプロス王国は、中東における最後のキリスト教国家となった。ジャンは、 モンフェラーと高音なアマデア・パレオロギナと結婚したが、アマデアは1440年に死去した。その後、ジャンは、東ローマ皇帝マヌエル2世、パレオロゴスの孫にあたるエレニ・パレオロギナと結婚した。二人の間には二人の娘が生まれ、長女のシャルロットが、キプロス王位を継承することとなった。また、ジャンは、愛称、マリエット・ド・パドラとの間に諸子であるジャックを設けていた。 ジャックは16歳で、ニコシア大司教となったが、宮廷の自重を殺害した後に職を剥奪された。ジャンは、最終的に、ジャックを許し、ジャックを、自らの後継者としようとしていたと見られるが、それが実現する前にジャンは1458年に、死去し、娘シャルロットが王位を継承した。シャルロットの知性は、困難を抱え、短命に終わった。 シャルロットは自身とルイド・サボアとの結婚により、ジェノバとの同盟を結ぶことに成功したものの、やがて無駄であることが分かった。イボアニ・ジャックは、エジプトのスルタン・アシュラフ・イーナールと同盟を結んだ。ジャックらの連合軍は、ファマグスタを再び、ルジニャン家に取り戻し、連合軍の封鎖によりシャルロットは3年もの、アイダ・キレニアの城に留まることとなった。1463年、 シャルロットとルイはキプロスからローマに亡命し、ローマで強行ピュース二世への歓迎を受けた。ジャックは王位につき、ベネツィアと同盟を結ぶため1468年にカタリーナ・コルナーロと結婚した。1472年、カタリーナはキプロスに到着し、その数ヶ月後ジャックは謎の死を遂げた。二人の間の息子ジャック四世は一歳で死去し、デュジニアン・王家は断絶した。 デュジニアン家は、ローマ皇帝と同じくらい影響力を及ぼす、多くの素晴らしい地位を持っていた。ポール・サヤ、キング・アーサーズ・ヨーロピアン・レルム、ニュー・エビデンス・フロム・マンムース、エスプライマリー・ソーシズ・キプロスの一族に加え、ポアティハク、アルフォンスの活動を通し、18世紀までに、デュジニアン家は、多くの文家に分かれた。 フランスの二つのルジニャン家は1618年及び1722年にルイ13世及びルイ15世によりそれぞれ公爵とされた。1880年、元マロン派主催であったカフタは、妻のマリーがギード・リュージニャンの子孫で、キプロス、エルサレム及びアルメニア王女であることを公表した。カフタはギード・リュージニャンの名及びプリンスの称号を用いた。彼らは、独自に、 メルジーヌ勲章を作り、1905年にカフタが死去した後は、マリーの愛人がグランドマスターとなり、グラティニーのアルビー博を名乗ったが、1910年に岩作騒動に巻き込まれた。メルジーヌの秘密が露見した。大手なメルジーヌ、1844年、ユリウスヒューブナーが、ヨーロッパの伝承によると、リュジニアン家は妖精メルジーヌが始祖という、伝説では、 メルジーヌはアバロンから亡命し、毎週土曜日に腰から舌が蛇になるという。ある日、レイモンディン・ド・ポワトゥが森の中で彼女に遭遇した。レイモンは狩猟中の事故でおじを殺してしまい、取り乱していたところであった。メルジーヌはレイモンディンの窮地を救い、レイモンディンは後にメルジーヌを見つけ出した。レイモンディンはメルジーヌにプロポーズし、メルジーヌは 毎週土曜日には一人にしてほしいという条件で、プロポーズを受けた。レイモンディンはこの条件を承諾し、二人は結婚し住人の子供を設け、一家を築いた。二人は15日間で城を築き、メルジーヌの中から、リュジニアン城と名付けた。ある日、レイモンディンの兄弟が、なぜメルジーヌは毎週土曜日に消えるのかと聞き、レイモンディンは、それが結婚の条件だと答えた。 兄弟の一人がドアから覗き、メルジーヌが風呂に入っているところを見てしまった。するとメルジーヌは腰から舌が蛇、もしくは文献によると人魚であった。その兄弟はレーモンディンにこれを話した。メルジーヌはこれを聞くと裏切りに泣き、ドラゴンに姿を変え、去っていった。メルジーヌはリュジニャン家の人間が新たに領主になった時はいつも 城の上を飛んでいたという。マーメイドがルュジニャン家の紋章のクレストにドラゴンがサポーターに用いられているのはこのためである。それらのシンボルは一族のいくつかの城でも見られる。プランタジネット家もまたメルジーヌを祖先の一人としていた。ありがとうございます。